Hi, this is Alisa and the O Network, and today we are here at Anime Expo 2019, and we have special guests from the WIT Studio to promote their new anime, Great Pretender. 今日はよろしくお願いいたします。まず、皆さんの自己紹介をお願いします。その後、どのように映画に加わったのか教えてください。今回あのグレートプリテンダーでメインのキャラクターデザインをさせてもらった貞本義行と言います。経緯としてはあのウィットさんよりはプロダクション IG の方から、まあ、ウィットの方でこういう企画があるんだけどやってもらえないかっていうのが最初だったと思う、確か記憶してるんですけど、それでまあ、どんな企画かなっていうところで確認したところ、まあ、内容的にぜひやりたいっていうことで参加しました。はい。はい、監督 やります鏑木です。そうですね、これの経緯はですね、まあ、昔から知っている和田さんから、まあ、こういうのやんないっていう話で誘いを受けて、まあ、それで あれどんな感じって言ったら、まあ、ちょっと小沢さんのこれこういうのなんかどうですかっていうのでちょっと誘われたんで、まあ、ちょっとそうですね、和田さんとももう一回やりたかったんでそれで参加させていただきました。ウィットスタジオの社長をやらせていただいてます和田と申します。今回グレートプリテンダーに関しては、ウィットの岡田と一緒にプロデューサーとしてやらせていただいてます。今回2016年の鋼鉄城のカバネリ以降の久々のオリジナルテレビシリーズということになっています。小沢さんの物語で貞本さんのキャラクターが動くというところでとても興奮しておりますので皆さんよろしくお願いします。脚本家の小沢亮太です。今回はこの和田さんに、オリジナルアニメを作りませんかということをずっと誘われていて、でもう随分もう何年も前なんですけれども、こういう物語をやりたいということを、和田さんに相談して、で少しずつ脚本を作りながら、ようやく今物語がどんどん完成していると、作品が完成している状態で早くみんなに見ていただきたいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では皆さんにとってグレートプリテンダーを一言で表すとしたら、何でしょうか。ちょっとあれテンションを上げていきましょうか。グレートプリテンダー一言。グレートプリテンダーを一言で表す と、本当にウィットスタジオ久々の待望のオリジナルテレビシリーズというふうに思っています。一言で言いながらすごく痛快で娯楽映画になっていてエンターテインメントの作品ですので、ぜひ見た人が楽しく幸せになる作品じゃないかなというふうに思ってます。そうですね、僕はアニメオリジナルアニメ描くの初めてなので、おそらく世界中のこうアニメファンの人が初めて僕を知ってくれるんじゃないかと思うので、こういうのを描く作家ですよというふうにみんなに覚えてもらう作品になると思ってます。そうですね、自分的にはそうですね、この作品に限らずなんですけど、その作品にとっての面白さっていうのをとにかくどこら辺の部分をフォーカスするのかっていうのが、大体自分の作り方なんですけど、この作品はとにかくその、自分的にはですけど、キャラクターをとにかくもう目いっぱいその生き生きした感じにちょっと動かせればっていう感じで作ってます。はい。作品全体というよりは個人的なその作業
のテーマとしては、やっぱり実在感のある、まあ、絵に描かれたものですけど、実在感のあるキャラクターで、それに合わせたデザインっていうのを、まあ、今回自分の中でテーマにして、やらせていただきました。はい、では先ほどその和田さんから誘われたっていうのが何かいらっしゃいましたが、その今回のプロジェクトの始まりをちょっと教えていただけますか。こうどなたが提案したのか、どなたが誘ったのかとか。始まりというところで言うと、僕が小沢さんに、まずはご連絡をしたというところがスタートだったかなというふうに思います。そして、まあ、1年か2年ぐらいいろんな話をしながら、次第に小沢さんもやる気になっていったというのが一番最初のイメージです。どうですか小沢さん。そうですね、テレビドラマや映画を普段は描いているので、アニメはとっても興味があったんですけど、なかなかちょっと怖い部分がよく知らない世界ということもあって、悩んでいた時期もあったんですけど、この和田さんがとっても前向きに人をこう乗せてくれて、やる気にさせてくれて、ですごくすごいこうチームを作ってくれたんで、やってよかったなと今すごく思ってます。でその小沢さんがまずは物語を作られて、でその後に、やっぱりこの今回、まあ、コメディのグレートプリテンダーを作る際に、自分が一番信頼していて、で面白いものが作れる監督というところで、隣におられる鏑木さんにお声掛けをさせていただきました。どうですか。なんでも、はい、やってて楽しいですよ。その楽しさが、まあ、フィルムに出るとすごくきっといい結果になるなと思ってるんで、まあ、あと現場のみんなもそんなにすげえ辛い顔してるかもしれないですけど楽しんでると思うんで、それがはい、フィルムに出せるように僕自身頑張ってます。噂に聞いたんですけども、はい、小沢さんがこの若い頃に書いた脚本だって聞いたんですけど、それはこう噂ですね。書き始めたのがすごく前っていうことだと思いますよ。はい、もう何年も2014年とか5年とか その頃からやってる、書き始めてるんで。じゃあそれがちょっと、役がちょっと混じったかもしれないですね。ではその作品 その脚本がこう渡された時に、皆さんの第一印象はどうでしたか。あ、とてもいい質問ですね。これはぜひ佐田さんから、はい、そうですね、まあ、やるやるがないっていうのはまず置いといて、とにかく見てほしいっていう、まあ、流れとしては、まあ、知ってる方はっていうと思いますけど、プロダクション IG と、まあ、僕が所属してる会社の、まあ、最初にコラボレーションとして、エヴァンゲリオンという作品があって、はい、でその後フリクリって作品があって、で、まあ、ちょっと小さいA クラスのプロモーションビデオとか、その流れの中でまたなんか一緒にやろうよっていうのでちょっと行ったら、ビットスタジオと、まあ、IG グループってグループです、当時グループでしたよね、はい、でグループの方からなんか企画があるんでそっちに参加してほしいみたいな、うん、で、まあ、そこまで言うとただの仕事にと言えなくもないんですけど、まあ、やっぱり最初に企画を聞いた時の、小沢亮太っていう、僕がすごい大ファンだったんですよ。でしかも初回の顔合わせの時に、まあ、今回タイトルのイラストを描いて、まあ、丹治洋子さんっていう、でちょうどその会う数ヶ月前に、まあ、彼女の個展、僕は大ファンだったんで個展見に行って、でなぜここにいるんですかっていや私も呼ばれてこのスタッフに入ってるんですって言ったら、もう要するにファンの人が2人もいるわけだから僕から見たら、あ、もうこれはやらなきゃ、そういう流れがありました。そもそも読まれた印象ってどうですか、実際脚本の内容に関して。いや、もうこれ言っていいのかどうかじゃないけど、実は脚本っていうのと、まあ、小説っていう、まあ、読み物種類ありますよね。脚本って心情表現が書いてない
でトカキもあまり書いてないんで、まあ、言ってみればそんなに面白いものではないんですよ、通常は、はい、どっちかというと読み込んでいって、あ、ここは面白くできるとか考えながら読まなきゃいけないものなんですけど、もうなんか小説のようにもう夢中で最後まで読んで、うわ面白いって、それがもう第一印象で、わ、こんなシナリオ読んだことがないっていうか、脚本読んだことがない、どっちかというと小説読んでる感じです。あ、そう、はい、では、じゃあ冠城さん、脚本読んだ印象いかがですか？読んだ印象、はい、まあそうですね、面白いのは当然なんですけど、めちゃくちゃ大変だなっていうただそうですね、まあそのでも大変な割にその、まあ、ちゃんとそのフィルムにした時に、まあ、賞賛があるというか、まあこれだったら勝てそうだなっていうのは、まあ、当然読んでて思いましたけどね、はい、面白くて難しい、難しい、はい、はい、そんな感じです。ガジェット系のデザインっていうんですかね、いわゆるアニメらしいって言ったらちょっとずれてるかもしれないんですよ。僕が過去やってきた、まあ可愛い女の子にブラックスーツちょっとセクシーな服着せてとか、はい、ちょっとデザインを、まあ、現実離れしたようなすごく印象的なデザインをしとけば、まあ、アニメとしてはある程度成り立つんですけど、まあ、読んだ印象がもう本当に現実の話なんで、デザインの幅が限られてくるわけですよね、はい、で出てくるのは、まあ、ワールドワイルドの話なんで、まあ、日本人はほぼ出てこないみたいな、まあ、主人公一応枝豆ですけど、はい、日本人ですけど、はい、まあ、こう人種がいろいろ書き分けていかなきゃいけないんで、これ大変そうだなっていうのはやっぱありました。ではそれはこの次の質問に行くんですけども、そのグレートプレテンダーの作品の中でさまざまなその人種のキャラクターとかが登場されますが、そのちょっとその主人公の特徴とかはどのようにこう考えられたんですか？そうですね、詐欺師集団の話ではあるんで、はい、まあ、どこかしらこう、まあ、さっき言うところの悪人ですよね、はい、悪人だけど心の中から悪人ではない、うん、やっぱり善の、悪の中の善、まあ、善の中の悪っていうのを、まあ、描いていく話だろうなと思ったので、まあ、どこかしらも顔を見ただけで、あ、この人はきっと根の部分で、まあ、人間らしい人だろうっていう、その、まあ、見た瞬間に観客の人に伝わるっていうか、期待させるような、まあ、ちょっと可愛らしいキャラっていうのかな、特に枝豆に関してはそれを意識してデザインしました。その個人でキャラクターを特徴とかそれをやれた時にリサーチとか調べたりとかしたんですか？枝村さんとローレントのそのキャラクターを作るにあたって、はい、こう純日本人の感じのキャラクターにされたのか、ローレントみたいにこう白人のキャラクターをした時にですね、一応想定の、まあ、実写界の役者さんの名前を、まあ、具体的にみんなで、これだよね、あれだよねっていうのを、まあ、一応出してもらいながら、そこから、まあ、イメージをどんどん膨らませていってって感じですね、はい、まあ、特定のこの人を見て描きましたっていうモデルは、まあ、特にはないんですけど、はい、はい、分かりました。では皆さんに質問なんですけども、作品を作ってる中で一番難しかったり困難なところとかありましたか？僕の、視点で言うと困難だったのはやっぱりすごくバランスが難しい作品だなという印象があります。小沢さんの脚本の、まあ、難しさというのはやっぱりアニメーションならではのと言われている、まあ、ロボットであるとか超能力であるとかそういうものが出てこない中で、なんとかですが、アニメーションとして魅力的にどうすればいいのかというところで一番そこが試行錯誤したんじゃないかなというふうに思います。その内容に関しては冠城さんどうですか？そうですね、やっぱりその小沢さんの書く内容っていうのが、まあ、言っちゃうと密度が高くて1話数分でやる内容としてはちょっと若干その、はい、尺が20分尺だとちょっと、はい、結構ギューってやったりしなくちゃいけない話数もあって、
まあ、そこら辺 の、 そのカロリーの省き方というかカロリーバランスをどこら辺置いとくかなっていう調整が結構、はい、僕自身の仕事としては頭抱える感じで、はい、大変です。では今回の作品は日本ではなくこうアメリカでの初公開となりましたが、なぜアメリカを選ばれたのでしょうか。今回展開として、まあ、アメリカでまず初公開をさせていただいたのがこのグレートプリテンダーが日本だけではなくて世界中の人に見てもらいたいというのが企画当初からの意図でした。でそれを受けてやっぱり全世界の人に見てもらうということでこのエンターテインメントの中心であるアメリカでまずは初公開したいと。でこれは本当に小沢さんにも一番最初からお伝えしていてそれができたことがすごく自分としては嬉しいです。じゃあ主にそのアメリカその第一章がハリウッドが一番最初のシーンであったりとかコインナーナートとか出てたりとかやっぱり第一章はそのカリフォルニア州のロサンゼルスでしたがなぜアメリカをこう一番最初に選ばれたのでしょうか。以前ロサンゼルスに遊びに来てとっても気に入ったんで書くためにまたシナリオハンティングとか行くの大変なんでね知ってるところを舞台にしようと思って、そうですね、まあ、一番こうスケール感もあって第一話としては一番ふさわしいんじゃないかと思いました。わかりました。では最後の質問なんですけども皆さんにとってグレートプリテンダーはどのような作品でしょうか。グレートプリテンダーは僕にとってもしかしたら少し懐かしい作品なのかなというふうに思っています。僕が子どもの頃に見ていた楽しく愉快で陽気でそしてスケールが大きくてどこまでも行きそうな作品がグレートプリテンダーだなと思うのでこの作品を作ることによってウィットスタジオも世界中に行きたいしで見てくれた視聴者の方をとにかく広げたいそういうふうな作品だと思っています。はい、僕がこの業界に入ったきっかけともなる作品 でなおかつその僕の師匠であるその、まあ、師事っていうんですけど教えてもらったそのなんですか先輩方が作った作品にやっぱりルパン三世っていうのがあって僕の中ではやっぱりその昔憧れたそういう世界への挑戦っていう意味合いが僕の中にはあります。そうですね、僕は実写のライターに、なっていく中でアニメってあんまりこう見る機会がなくなっていってたんですけれども今回話していただいた時にそうだな僕は子どもの頃ものすごいアニメ好きだったなっていうのを思い出して、そうですティーンエイジャーの頃の自分が夢中になって見ていたような、胸がワクワクする、そういう冒険物語のようなアニメを作れたらいいなと思って作ったので、そういう若い頃の自分にこう向けて作ったようなところが、あります。まあそうですね、日本のアニメの、まあ、当然トレンドとかも結構移り変わりもあるんですけど、まあ、この作品は、まあ、あんまりそのトレンドに左右されない感じで、まあ、若干その残っていく物語だなとは思ってるんで、まあ、どの時代で見てもある程度の面白さがずっと残るような作品に僕はしたいなと思ってて、まあ、そうなるだろうとは、はい、期待してます。はい、では最後にこの映像を見ている皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、グレートプリテンダーまずは1話ということでアメリカでまずは公開させていただきました。これから制作佳境になっていきますが、たくさんのスタッフと一緒になって作っていきたいと思いますので皆さん、放送配信をお待ちください。よろしくお願いします。ではこれで終わります。ありがとうございました。